計ミスのせいで腰が全く曲がらないんだ。そもそも本当に設計ミスだったのかしら。最初からこの画像をでっち上げるために計算して作られた設計だったのかもしれないの。セレスさんたちはそんな特徴がある衣装を気絶したハガクレ君に着させることであの画像をでっち上げたんだよ。あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるためにね。どうやらチェックメイトのようだな。チェックメイト。ふざけてんじゃねえぞこのダーボは。何がチェックメイトだ。セレスちゃん、どうしても私を犯人に仕立て上げたいらしいが、そいつは大きな間違いですわよ。お忘れですか、山田君が死に際に残したあの言葉よ。犯人の名前を聞かれた山田君ははっきりと答えていましたわよね。犯人は康弘だと。つまり葉隠れ康弘なんだよ。だけど山田君が言った康弘って本当に葉隠れ君のことを指しているのかしらね。てめえ何言ってんだ。よくぞ。山田君が葉隠れ君を名指しするつもりなら葉隠れ康弘殿って呼ぶはずなのよ。たまたまですわ、その時だけ下の名前で呼んだのでしょ。今まで本名を明かしていないセレスさん。なですと。言いかかりもそこまで来ると笑えますわね。おい、適当なこと言わないでくださる。私が康弘なんてどうせ名字のわけがねえだろうが。チョンギルズだったら教えてよ、セレスさんの本名って何なの。よし、耳の穴をがっつりかっぽじってよく聞きやがれ。私の本名はセレスティア・ルーデンベルク。何度も同じことを言わせないでいただけますか。そうだ、電子生徒手帳だよ。確か電子生徒手帳って起動時に持ち主の名前が表示されるはずだったよね。生徒手帳を確認すればはっきりするはずなんだ、セレスさんの本名がさ。プライバシーの侵害ですわ。見せませんわよ。セレスさん、そろそろ本当のことを言ってくれないかな。本当のことをさ。私は大手されたとしても諦めないたちなんですの。だって完全に決着するまでは何があるか分かりませんだろうが。ゲイだよ。ビチグソゲー。これビチグソゲー。いいですわね、打足ですわね。それではごきげんよう。また来世でお会いしましょう。